ジュピター 8V、 ね、見ての通り国産ポリフォニックアナログシンセサイザーの代表機種ですね。もうやっぱりこのカラフルなこの、ね、ボタンといい、このオレンジ色のこのね、特徴的なところがよく再現されてますね。音ももちろんジュピターサウンド、まさにジュピター。この音の切れ際とかね、やっぱり重厚な感じはね、まさにジュピターでですね、これ本当素晴らしいです。私もこのジュピターはね、実機もガンガンに使いましたけど、素晴らしいです。で特に、私もいっぱい音を作りましたんで、こうね、 UJ バンクもありますね。特に有名なのが、私もねガンガンに使いまくりましたけど、やっぱりブラス、キレのいいこのブラスサウンド、こうしゃくり上げのあるようなね、このブラスサウンドはまさにジュピターですね。あとリード系、シンク系サウンド、この倍音が過激に変化するような音色、これも大きな特徴ですね。オルガンもよく使ったな。とても良いです。あとね、こうクリスタル系、この手のあのね、キラキラ系、これはね、もうジュピターならではの世界観ですね、まさに。でね、ちょっと面白い機能を紹介しましょう。ジュピター 8V ならではの機能、オープンするとですね、ここにまたいろんなギミックがね隠されてるわけですね。まあ、特にこのプリセットマネージメントしてる画面ですけど、このモジュレーション、ここがねもう超強力です。ちょっと見てて、これギャラクシーモジュレーションって言って、ちょっと動かしてみますね。何が起こるかというとね、こういろいろなんか画面動いてるの分かるかね。ほれ動き出しましたね。ちょっと波形も変えてみましょうか。さあ、やり方でしょう。ほら、これね、ものすごい複雑にこうね、変調を3次元的にかけるってやつなんだよ。例えば VCO のピッチ、これかけてみて、 VCO の2もかけてみましょうか。ちょっとかけてね、フィルターにもかけてみましょうか。で、早くしてみますね。これはもう本物ではできない、もうソフトウェアならではのね、超複雑な変調がかけられるというね、ものですね。もちろんエフェクターもありますね、ここにね。という、非常に優れたマシンですね。でポイントはね、実機のジュピターもそうですけど、アッパーとロアーで音色を作れます。ここね、モードっていうのがあって、シングルのモードとデュアル、スプリットのモードがあるんだよね。デュアルにするとアッパーとロアーで違う音色を設定できます。今ブラストストリングス、アッパーとロアーで、違う音色にして2つ重ねてます。そうするとこういう音になりますね。
非常に重厚な2つの音色が重なるということですね。例えばスプリットにすると、例えば下ではこういう音で、上ではこういうね、スプリットすることもできますね。まあ、単純な音だとこういうベースと、オルガンとベースとかね、こういったこともできます。ジュピター 8V、 もうまさにジュピターサウンド。